塾行けお前は。塾かよ。なんで塾知らんねんお前。塾行けよお前。塾知ってよお前。行く塾のコースを選んでね。おお。イージー。おイージー。ノーモー。ハード。いやそれイージーに決まってるよ。イージーバーン。イージーの方が簡単に行けんねんから。喜劇研究会っていうサークルは漫才、コントとかいろいろやる演者さんとそれを支えるスタッフさんっていうのに2つに分かれてまして、月の終わりのライブに向けて毎週活動してるっていうお笑いサークルです。勉強させすぎてなんか5月ライブがちょっと僕らはもう多分一番ネタ合わせしたっていう5月ライブで、もう2人で集まっても全然書けないし、もう毎日ほんまに毎日ほんまに毎日集まってたんですけど、でもうな終わって1位になったんで、もうむちゃむちゃ泣いてました。僕はむちゃむちゃ泣きました。はい、しんどすぎたんで。そう、確かにあまりに頑張ってよかったなって泣きましたね。そうやな、なんていうかな、自分たちの中で唯一輝ける場所っていうか、なんかあんまりその人前でお笑いとかって普段普通に生活してたらできないじゃないですか、うん、そういうなんかまあこういう僕らでもこう舞台に立てるっていうなんか一つの輝ける場所じゃないですけど、そういう特別な場所でもあります。芸人になりたいんやったらNSC 行くじゃないですか。でもあえてその喜劇研究会っていうサークルでやるってことは、お笑い芸人になりたいとかじゃなくて喜劇研究会にいたいからっていうので、みんなやってるって感じですかね。お笑い単にお笑いがみんな好きなんで、お笑いと喜劇が好きっていうので、そうですね、やってますね。すごい面白い仲間とか先輩とかに囲まれてるって、もやっぱその全てが僕にとっちゃすごいいい、それだけですね本当に。なんかあんまりいいこと言えないですけど、それが全部ですね。はい、どうもー、どうもー、中村さんです、お願いします。